こんにちは。テンバーアカデミー堀秀ヒです。えー、ebay.com.au で、まあ、売れてるものを調べてね、えー、それを amazon.com.au で販売するというのは、まあ、売れる商品を出品する、まあ、確率の高いおすすめの方法なんですけど、えーまあ、制約している価格を調べる方法、ねえー、出品が多くてもね売れてないんでしょうがないんで、まあ、売れてる商品を見つける方法をお知らせします。まず、 まあ、ebay.com.au で、まあ、商品を、ね、英語のキーワードで検索すると。で商品が、ねえー、出てきますんで、これが売れてるかどうか、ね、見分けるためには、えー、左側の show only ってとこありますんでね、そこで sold listings、えー、ってところの左にチェックを入れると、売れた商品だけが出てきます。ね、このように、えー、緑の数字で、えー、出てきますんで、その商品は売れてるというのがわかる。 また見方とかね、これ売れてるから出してみますとかいうのはね、えーまあ、商品どうかなと思って、この ebay と、えー、amazon.gov.au あるいは amazon.com をチェックしてね、えー、お気軽にご相談ください、えー。ebay でソールドリスティングスところにチェックを入れると、制約価格がチェックできます。以上、天場アカデミー堀秀夫でした。